今日はですね、ロビー君と一緒にご案内します。ご案内するのはキャラクターのおもちゃですね。パパイ、ミッキーマウス、それからですね、バックスバニーだとか、トッポジジョーだとかね、まあスーパーマンもいますよね。ロビー君もいます。ロビー君、はい、ロビー君、ロビー君どれがいいですかっていう感じで案内します。スーパーマンと戦車、これとてもいい動きをするんですよね。それからこのポパイとその上に椅子にオリーブを座らせてくるくる回すだとかね、あ、これはとても有名ですよ。ポパイという雑誌でね、表紙を飾ったおもちゃです。60年代特集、ポパイの表紙のベスト3に選ばれたぐらい人気がありました。下の段に行くとね、ピノキオだとか、トッポジジョーだとか、フランケンシュタインだとか、いろいろいますね。試作品の縄跳びをするミッキーマウスだとか、缶の上にパイプを吸っているポパイだとかね。ずっと人気あるからすごいですよね。いくつか動かしてみましょうか。ここにいるのはロビー君。ロビー君、はい、ロビー君座って、ロビー君も一緒に見るということなんで、ロビーの一番好きなのはこれかな。ロビー、これどう？これ嫌だね。これはね、あのウィスリングツリーって呼ばれるおもちゃで、お化けの木ですね。よくあの子供の時、夜なんか風で木がざわ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 ざってなって、それがなんか生きてるように感じて、なんか怖いみたいなね。これすごいですよ。ちょっと動かしますね。目が動いて、口が動いて、まあ、枝のような手が動いて、そして頭が動くという。表記できてますよね。ロビー君が怒っていっちゃいました。これ嫌いですね。両目を出したらいいよ。はい、これ動き面白いですよ。ポパイ、オリーブ、椅子の上に座って、これをですね、くる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 回すんです。こんな感じです。はい、回って、オリーブ目もあっちゃうね、これだと。いや、本当によく考えられていますね。これみんなメイドインジャパンですからね。もうこういうおもちゃはね、海外でもすごいコレクターが多いんで、もう人気があります。ポパイの表紙を飾った飛行機に乗ってるポパイです。これもね、くるくるくるって動いてるんですよね。ブリキ、パイプはちゃんとこう木で作ってありますね。もう一つ動き見せますね。あ、ロビー君も登場しました。ロビー君おいで。再度ロビー君登場です。じゃあロビー君ここで座ってみましょう、一緒に。さあ、あのこれです、スーパーマンと戦車のおもちゃですね。これ本当に面白い動きです。これどういう動きかっていうと、まず戦車がスーパーマンをこう押していきます。するとスーパーマンはその戦車をぐーっと持ち上げていくわけです。さらにそれを今度押し返していくというね、
もうどうしてこんな動きをね考えるのかというぐらいよくできたおもちゃです。今ピーピー言ってるのはピーちゃんです。はい、それでは動きを見せましょう。スイッチ入れますね。どうですか。もう本当にこの動きはね、もう傑作ですよね。もうおもちゃをこれはあの、まあ、職人さんが考えてこういう動きいろいろ工夫すると思うわけですよ。これ本当完成した時にそれこそ本当に完成が上がったんじゃないかというぐらいよくできてますね。今日はキャラクターのおもちゃですね。スーパーマン、そしてポパイ、ミッキーマウスだとかをご紹介しました。